て、まあ、世の中には経済学者とかエコノミストとかっていう名前で、はい、新聞とかテレビとかに出て、うん、まあ、例えば日銀がお金をすらなかったことが失われた30年の原因だとか言って、うん、すりまくれば全て解決みたいなこと言ってる人たちいるじゃないですか。僕もそれすり込まれてます。まあ、あれはまあ全員ただのバカかあるいはポジショントークで、うん、ギャラとフォロワーを手に入れたい悪質な人たちということでこれを見てらっしゃる方はそういうはっきりした主張をしている、うん、経済学者と称する人たちがいたら、うん、ぜひ信じないで、まあ、すぐにフォローをやめていただきたい、うん、テレビの人たちがそういう人たちを使いたがって、うん、そういう人たちを使うと数字が取れるのは分かるんですよ、うん、だけど良識ある方はぜひ信じないでいただきたいと、うん、経済学者がとか国がみたいなことをおっしゃるんですけど、その経済学者とか国の偉い人たちが何かを考えて、はい、はい、何かやれって一言言ったから国全体の経済が成長するっていう世界観自体が何の根拠もないんじゃないかと思うんですよ。で、経済ってそんなに単純じゃないからこそ、うん、1億人もいる人たちがそれぞれ何をやったらいいかわからないまま試行錯誤して、うん、いろんな会社を始めては一部はうまくいってほとんどはダメになるってことを繰り返すわけじゃないです、うん、そういういろんな要因が組み合わさってとても複雑なことが起きてるんだと思うんですよ。で、そういう複雑なことが起きている時に何の根拠も論理もなしに何かが特定の原因だ、うん、でその原因さえ詰めば問題が解決しますって断言するのはただの情弱ビジネス以上でも以下でもないじゃないですか、うん、でそういう人たちがテレビとかネットとかにはびこってるっていうことを、まあ、僕は心の底から軽蔑しているということです。いや、そこだから人類愛が全くない成田先生がどう思うのか聞きたい。成田さんどうでしょう。いや僕はもう唯一の解決策ははっきりしてると思っていて、はい、結局高齢者の集団自決、集団切腹みたいなのないんじゃん。前から言ってるしじゃん。なんてことを今日は言わないかと思ってた。ついに言いやがって。なんてことを言うんですか。いやいや、これ結構大真面目で、あーブーメラン、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 きっと。作り出そう。また刺激的ですね。ちょっともうこのテーマの全否定のような